そうなんですか。ジョーって、セラさんのお店を覗きに来ていた、あの少年なのですか。偶然の多い、このドラマなら、ありえなくはないでしょうね。岡山の方言も知っていたし、可能性としては、ありそうですね。そうだったらいいなと思います。予告のアベックの言葉が話題になっているようですが、普段からアベックを使っている私って、まあ、笑われますけどね。今の若い人って、テレビもスマホで見るそうですね。私、入院中にスマホで見ていましたが、画面の小ささに目が疲れてしまいました。若いって、いいな。ルイの相手役は、ジョーなのかな？と思っていたのですが、ルイの娘は、父親の影響で時代劇好きってことなので、風間俊介さんがお相手になるのでしょうか？となると、ルイとジョーの関係ってどうなっていくのでしょうね。でも、ルイの娘の名前は日向ですね。サニーサイドからだよね。そう考えると、やっぱりジョーなのかな？